どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ライナーです。今回の動画は北海道が新型コロナウイルスに対する警戒レベルを2から3へと上げることを発表しました。そのため今後ゆうてつライナーの投稿頻度が落ちると予想されます。できるだけ家でできることはしていくのでこれからもよろしくお願いします。私たちができる感染拡大防止は、密閉、密集、密接を避け、車内での会話を減らす。マスクの着用、手洗い、うがい、アルコール消毒など、一人一人が感染予防にご協力お願いいたします。ゆうてつも感染を防ぐため、この動画を投稿した日に、北斗として一往復しています浜那須編成撮影は感染予防や、札幌市での感染者増加により撮影には行きませんでした。浜那須編成を撮影するのは人それぞれですが、感染者増加で学校休校になりますと、今後の授業などが後延ばしになりそうなこと、また小中高では前回の緊急事態宣言による休校により土曜授業、楽しみだった夏休みが短縮され、さらに今回の北海道で、休校になった場合冬休み短縮などあるかと、ゆうてつは予想してます。ご視聴ありがとうございました。